7世紀のササンガラスササンガラスは、ササンアサ、ペルシアで作られたガラスを指す。ローマガラスの最盛期にササンガラスが登場し、その後には、イスラムガラスが繁栄した。ササンガラスをローマガラスに影響を受けた、イスラムガラスに位置づける学説もある。しかし、ササンガラスは、イスラムガラスとも、ローマガラスとも異なる。価格蘇生を有し、サンアサ、 ペルシア独自の文化及び美術を反映したガラスである。ムスリムによるイスラーム世界と異なるササンアサ、ペルシアでの文化で醸成されたガラス工芸はシルクロードを経由して日本にト来し、シロルリワンをはじめガラス器具として焦燥院に収蔵されている。また、ローマガラスが普及したキリスト教国家であるローマ帝国とも異なるゾロアスター教に基づく独自の文化を ササンアサペルシアは誇り、ササンアサペルシアの工芸において織物と並んで、ササンガラスは欠かせない存在であった。ササンアサペルシアのガラス工芸品は工益品として東西に広まり、後に続くイスラーム芸術にも大きな影響を与えた。ファセットカットガラスはササンガラスの特徴の一つであり、高品質で美しいカットガラスが、 国家規模の管理により大量に生産された。キリ子は、ササンガラスの主流であり、5世紀から6世紀にかけて、円形、楕円型などの形状をした、様々なキリ子が作られた。焦燥院に収蔵されている白瑠璃湾もキリ子であり、類似品である、国宝円門カットボールが、安寒天皇両古墳から出土している。白瑠璃湾と似たガラスで作られた水亀が、 ササンアサ、ペルシアが栄えたイランで発見されたことより、ササンアサ、ペルシアから伝来したと考えられている。天平文化器のガラス器具には、由来に諸説があり、論争が続いている。なお、スプリングマイナス8を用いた、岡山市立オリエント美術館などの研究により、天平文化器のものと見られる出土したガラス編は、 時期の異なるササンガラスであることがと解明されており、日本にササンガラスが伝わっていたのは確実である。ササンガラスは、ローマガラスの技法を受け継ぐ職人により生産され、影響を受けたとされるが、異なった化学蘇生をしている。古代オリエントで作られたガラスに、化学蘇生に近くマグネシウム、カリウムを多く含み、ササンガラスは、ソーダ石灰ガラスである。これは、 ササンアサ、ペルシアがローマ帝国との対立によりナトロンガラスの生産に必要な天然ソーダが利用できなかったために植物灰をアルカリ原として利用したと考えられる。また、ガラスに含まれる不純物による着色を打ち消すためにササンガラスはマンガンを利用しており、ローマガラスより無色透明に近い。ありがとうございます。